その制作委員会からですね、あの番組のお手伝いとして指名されました、はい、あの天の声ならぬ、はい、宣伝の千の声になります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。千の声、はい、あのご覧の皆さん、あの視聴者の皆さんにおかれましたですね、あの杉田さん、杉田智香さんじゃなくて本当にごめんなさい、よろしくお願いします。あの東方の人かなって言われてます。皆さんやっぱ声でわかるじゃないですか。あの社名はやめてください、社名ははっきりと、はい、いやいや、まあ、でもそうなんですよね。だから、はい、あのコンセプトとしては、うん、あの私ずっと出たい番組があって、はい、やっぱこうお酒をね飲みながらなんかゆるーくトークできる素敵なね、うん、女性いっぱいの番組があるって聞いたんです。鼻飲みですね。ああ鼻飲みですね。あ、そうですそうです。鼻飲みってやつもうほぼ言ってるけど、みんなめっちゃコメントでも書いてくれてる。そうそうそう、なのでもう今日はそのぐらいのつもりでね、私ちょっと参加させてもらおうかなと。なるほどね。これご時世的なものがなければここに用意されてるのは水じゃなくて、これ水なのやっぱり。いや、わかんないよ、飲んでみないと。飲んだらもしかしたら透明だから違うかもしれないよ。本当に？ちょっとみんな確かめて。水だ。美味しい水だね。美味しい水だね、うん、ただの水じゃなかったね。いやー、そうなんですよ、しょうがないよね。まあね、今はね、まだね、こればっかりはね、うん、でもせめてね、こうのびのびとゆるーくお届けするっていうところはこうちょっとあやかってね、はい、なんかそんな、はい、リスペクトしてくれたってこと、千の声。そうですね、そうですね、やっぱり本当はね、あの委員会、制作委員会的にはですね、はい、あのそのペットボトル代をですね、お米のジュースにしたかったところなんですが、あ、最高かよ。ただストローで飲むのもどうかなと思いまして水にしましたというわけではなくて、やっぱりこの、はい、コロナ禍ということで、はい、というわけで今日はあのお三方にのびのび喋ってもらうために、あの僕が、お手伝いをさせていただく形に。進行とかをしていただけるということで。そうですね、進行しかしません。お願いします。お願いします、はい、でもありがたい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。